ね、僕もちょっとくだらない話をしたいと思うんですけれども、まあ、歌謡曲研究会もですね、発足してから今年で10年を迎えました。1979年に歌謡曲研究会設立しまして、今年で10年目です。それでですね、5月祭のステージも忍ちゃんに涙とまでを歌っていただきました。はい、はい、どうもありがとうございました。ですね、中山忍ちゃんなんですけれども、皆さん、まあ、中山忍ちゃんよく分かんない方もいらっしゃると思います。ちょっと簡単に中山忍ちゃんに自己紹介をしていただきます。はい、あ、こんにちは、中山翔です。ですね、去年の11月2日に、CBS ソニーよりね、小さな決心でデビューしました。今昭和48年1月18日生まれの、高校2年生の16歳です。
なかなか初々しい感じのしのぶちゃんなんですけれども、はい、しのぶちゃん学園祭を来るのはこれが初めてですね。これが初めてなんですよ、はい、どうですかこのギャラリーの感じを見て。そうですね、なんか普通のところと違って校舎と一緒に見るとやっぱり違いますね、はい、なかなか違うという感想なんですけどもあの東大生というとね、なんかすごく固いイメージがあったりするわけなんですけどもね、はい、どうですこういう学生の様子見て。そうですね、あのすごいあの東大生ってあのちょっと気悪くされたらちょっとごめんなさいなんですけど、あの頭が良すぎて怖いって聞いてたんですけど、あの本当にね普通の人で、あ、良かったです。怖い、すごいですね。僕も怖いのかなだってそんなこと思ったりしますけども、そう、それでですね、今日はですね、まあ、そういう東大怖いイメージがあったかもしれませんけども、はい、まあ、そういう東大の中に来まして、あのいろんなサークルの方に出ていただきまして、はい、東大のサークルと馴染んで一緒に遊んでもらおうと、はい、まあ、東大の頭のいいやつとコミュニケーションをとって少しやっぱり、知的センスを磨いていただこうかなという感じをしますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでちょっと簡単に最初にあの仕事のお話をしたいと思うんですけれども、はい、芸能界のきっかけはどんなところだったんですか。いや、あの一番最初はあのドラマだったんですけど、うちの姉を空港にね見送りに行くときに行ったときにあの監督さんがいたんですけど、その知り合いの監督さんがあの、ね、一緒にドラマをやらないかって誘っていただいたのがきっかけですね、はい、なるほど。それでですね、はい、まあ、今度3曲目のシングル負けないで勇気で今頑張ってらっしゃるんですね。はい、そうなんですよ、はい、そうなんですよ、はい、ということで、6月1日にはファーストアルバムも出ると、はい、今、まあ、上昇気流の真っ只中にいるという感じなんですけども、はい、はい、あんまり僕は喋りすぎてもいけませんで次の話題に行きたいと思います。しのぶちゃんはですね、はい、何か中学の時クラブに入ったそうですね、はい、そうなんですよ、何か言いたいことあったらどうぞ言ってください。あっとなちゃん、なんかちょっと変な雰囲気になってきたんですが、それでバレー部に入っていたと、はい、でやっぱりそうすると、まあ、バレー部ってサークル活動だと思うんですけども、やっぱりいろいろ楽しい思い出とかありましたよね。そうですね、いろいろ、そうですね、部活の、ね、仲間とかと一緒に、ね、遊んだりして、はい、すごい部活やってる時もすごい楽しかったです。で、まあ、あのすごく部活は楽しかったということなんですけども、はい、あのこれからの企画はですね、その実は部活に関係があるんです。今日はですね、東大の中からえりすぐった珍しいサークルという人たちに集まっていただきました。それでですね、今日はそのサークルの人たちにここに出ていただいて、はい、どんなことすると思います。いや、そうですね、こう東大っていう感じなんですよ、はい、はい、人呼んで中山しのぶサークルオリエンテーション、まあそういう企画なんですけれども、はい、はい。そう、新鋭隊入りませんかという感じの企画なんですね、はい、それでですね、これからそのサークルの人たちに登場していただきます。はい、それでは行ってみましょう。中山しのぶサークルオリエンテーション、おーおー、それでは登場してもらいたいと思います。1番目のサークルは期日愛好会の皆さんです、どうぞ。まあそういうことなんですが、じゃあちょっとあの期日愛好会の人、あのちょっとこれネタの仕込みをしますんで、ちょっと皆さん見ないふりしててください。皆さん見ないふりですよ、見ないふり。最近いろんなマリックさんとかいろいろと流行ってるみたいなんですけども、いいですか準備の方は。ちょっと後ろに下がってやりたいと思います。じゃあしのぶちゃんやってもらいましょう。種も仕掛けもないただのハンカチです。これはハンカチを左手の上に立ててます。あ、右手か。左
手の上にかぶせてハンカチにくぼみを作って、そうすると中から逆にして、あ、すいません、じゃあ右手だ、右手の方にくぼみを作って、そうするとハンカチの中から赤い色が出てきました。それをまたハンカチの中に戻してしまいます。しっかり押し込まないと。赤い布は影も形もなくなります。しのぶちゃん、なかなか、なかなかうまくできたんじゃないかと思うんですけれども、どうでした、うまくいきました？いやもう向いてないですね、手順が。なかなか向いてないという感じですが、あの技術愛好会の皆さん、あのどうでした、今の手品見てご覧になって。いい手でした、本当に上出来だと思います。うまいです。じゃあ皆さん拍手。じゃあ技術愛好会の皆さん、どうもありがとうございました。じゃあ次ですね、次のサークル、どんなサークルが出てくると思います？まあ、ちょっと見てみたいなって思いますね。実は次はそう怖い人たちが出てきます。ではちょっと呼んでみましょうか。はい、はい、あ、でまず普通に持ち上げようと、やってみてください。いいですか、ちょっと持ち上げようと。はい、どうですか、重いですね。重いですね。じゃあこれからですね、こう人間の不思議なパワーっていうのを増幅しまして、やってみようと思うわけです。で、人気のある方いらっしゃいますか？何か見えませんでしょうかね。もう少しパワーを込めたいと思います。50秒いきましょうか。あっ、どうでした？どうでした、しのぶ。ああ、できてきましたね。これ普通は何分ぐらいでやる仕事なんですか、これは。大体あの、その人手汚くないですよね、大丈夫ですよね。まずですね、あのしのぶちゃんに胸を触りに来た。それをですね、あのすいません、下からですね、下から持って一回転、この脇を通る感じで一回転してみてください。それでここで引っかかりますよね。そこで思いっきりグッと締めてください。グッと、グッとやっていいですよ。はい、やっちゃやっちゃ。グッとやって、何か大根切りみたいに。拍手。こんな感じなんですけど、合気道っていうの、はい、どうでした、しのぶちゃん。いや、あの痛そうで、あの投げられる人は嫌だなって思います。なかなか投げられる人はかわいそうという、なかなか優しい感想ですけれども、あの合気道の方は今日どんなことをやってるんですね、本当、本当にまあすごいサークルだったなと僕も思うんですけれども、それでですね、ここでちょっと歌の時間に入りたいと思います。それでまあ今度はなんかあのアルバムが出るそうですね、はい、アルバムのタイトルは何ですか？あの決心っていうんですけどね、はい、いつ頃発売になるんでしょうか？これはあの6月1日に発売されます。
おい絶対みんな帰よ帰よとか、あと恋をおとき話じゃないっていう曲とかですね。はい、今あの青空大輝へって曲なんですけど、僕もちょっと昨日あのテープ聞いてみたんですけども、はい、なんかあのすごい今日のなんか話題にぴったりというちょっと体育会系のノリだなっていう感じですね。そうですね、あの運動部にねこう好きな人がいるっていう女の子の話なんですけどね。はいはい、そうなんです、そうなんですよ、そうなんですよ。それでまあじゃあ早速あの曲に行ってもらいたいと思うんですけれども、はい、じゃあそのアルバムの中の、曲とですね、デビュー曲、はい、まあなかなか印象に深い曲だと思うんですけれども、はい、デビュー曲2曲を歌っていただきます。はい、でデビュー曲の方が、さっき僕が間違えてしまったんですけども、何でしたっけ？小さな決心です。小さな決心ですね。はい、それと、青空は大嫌い、はいはい、2曲続けてお願いします。はい、市場のカフェで聞いたあなたは待ってます。もう食べたがり待たされた時驚いて「君の上に立てて」
嫌いです。企画の第2部はですね、サークルファッションショーというタイトルでですね、はい、ちょっといろんなコスチュームのサークルの皆さんに集まっていただきまして、はい、そのファッションデザインのセンスを競っていただくと、はい、まあ、そういうコーナーなんですけども、はい、では早速行ってみましょうか。はい、はい、はい、では BGM お願いします。なんか手際悪いですね。いやー、どんなこう衣装っていうかコスチュームが出てくるんでしょうね。楽しみですね。いやー、エントリーナンバー1番、映画研究会、赤と青のツートンの法被が目に鮮やか、映画研究会、オールドファッションとニューウェーブの融合が見事です。ハイポーズ。エ
ントリーナンバー2番ベルスターズ。高台にあって珍しくはないけども、黒と白のシンプルなコーディネートのウィンドブレーカー。大学リーグで熱き戦いを繰り広げる野球ボーイです。はい、ポーズ。ちょっとタイミングずれましたね。はい、エントリーナンバー3番ギャッツビー。5月の緑と緑のウィンドブレーカー、青い空に鮮やかに生えています。ハイポーズ。なかなか渋い感じですね、はい。エントリーナンバー4番ウェンディーバウンズ。緑と黒のリバーシブルのウィンドブレーカー、実はこのウィンドブレーカー高いそうです。はい、ポーズ。エントリーナンバー5番クラブ18。ちょっと派手な青と黄色のウィンドブレーカー、実はリバーシブルです。おー、かっこいい。はい、どうも。エントリーナンバー6番東大帝国会。帝国会の子は虎の子、タイガースのファンクラブです。黄色と黒のストライプのユニフォームはいかにもタイガースです。はい、ポーズ。はい、どうもありがとうございました。エントリーナンバー7番ラクロース。実はラクロス、このユニフォームで試合をやっています。はい、ポーズ。エントリーナンバー8番ウィズ。ウィッシュだ、ごめんなさい、ウィッシュ。白いシンプルなコーディネートのユニフォーム。はい、どうもありがとうございました。これで出場チーム8組の皆さんに出ていただきました。どうですか、これ見た感じ。そうですね、はい、皆さん凝ってますね。凝ってますよね。まあ、こういうのですごく、お金をかけてやってるわけなんですけれども、はい、はい、それでですね、ちょっとあのしのぶちゃんから、はい、このサークルの人たちにいろいろと質問してもらおうと思うわけなんです。はい、はい、じゃあ1番の人、エントリーナンバー1番映画研究会、映画研究会、はい、凝ってます。寄っていきましょう。はい、映画研究会は普段はどういう活動をしているんですか。ちょっとここで宣伝、簡単な宣伝とアピールだけお願いします。映画を見たり映画を作ったりしてます。なかなかバンディなお兄さんなんですけどね。いいよ。それちょっと今上映会の方やってるそうなんで簡単に、説明していただきます。クラブ18はイベントサークルで、今度6月18日にエムザ有明でダンパやります。はい、どうもありがとうございました。じゃあ次、東大帝国会。しのぶちゃん、どうですかこのユニフォーム。なんかあの、まあ、東大のサークルっていうとナンパなサークルが多いと言われる中でも、なんかみんな一生懸命やってるようで、まあ、すごく僕も好感を覚えたわけですけども、はい、それでですね、今日はここであのしのぶちゃんに、はい、サークルのユニフォームの審査員になっていただこうと、はい、そういう企画なわけです。それで一つ、この中一組、しのぶちゃんの気に入ったサークルのユニフォームを選んでいただこうと、はい、そういうことなんですけれども、どうです、気に入ったユニフォームありますか。そうですね、あるんですよ。あるのかしら。はい、はい、それではですね、ちょっとこれからこっそりしのぶちゃんに聞いてみたいと思います。はい、はい、じゃあちょっとあのしのぶちゃん、あの、はい、袖の方にお願いいたします。はい、じゃあちょっとあの今この場で宣伝したいなっていう人手を挙げてください。サークルの人で、はい、ご覧の通りです。優勝チームは、はい、ウィンディーバウンズの皆さんです。じゃあウィンディーバウンズの方はどうぞ前の方に、皆さん拍手お願いします。
じゃあ、真ん中にしのぶちゃんを挟んで入ってください。どうですか、優勝した感想は。いやいや、びっくりします。これ、本当は先輩の借り物なんで、僕のじゃないんですよ。まだ1年生だから。それで、本当、驚いてます。優勝のポイントはどんなところにあったと思いますか。いや、やっぱり部長さんのセンスの良さ。部長さん、今日は来てらっしゃらないんですか。今日は、通りで一生懸命お好み焼きを。ではそちらのちょっとあの女子の方にもお伺いしたいと思うんですけども、はい、どうですか優勝の感想は。優勝するとは思ってませんでした。まだ本当に1年で入りたてなんで自分たちのは持ってないので、ぜひ優勝したので同じようなのを作りたいと思います。まあこうやってしのぶちゃんの横に並んでるんですけども、どうですかそういう感想は。緊張してます。ああ緊張してしまっていると。はい、どうもありがとうございました。ではここでちょっと、記念写真を撮りたいと思います。はい、取材の方、そう、次の曲は何でしたっけ。次の曲は夏のエトランジェです。はい、ではこの状態で夏のエトランジェを歌っていただきます。ではどうぞよろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございました。夏のエトランジを歌っていただきました、はい。それでですね、とりあえずこれであのサークルの皆さんとお別れということなんですが、はい。本当サークルの皆さん今日は、わざわざおいでください。ちょっとすいませんね。はい、はい、来ててなかなか欲しくなっちゃったんじゃないかっていうのはあるかもしれないですけど。そうですね、来てなかなか、はい。それでまあ、あのそうそう終わりも近くなってきてしまったわけなんですが、ですね、今後のちょっとスケジュールと予定みたいなものを、こういう感じが、その辺はもうレコーディングとか終わってるんですか？もう大体終わりました。じゃあまあその辺も楽しみにしていただきたいという感じですが、はい、それとこれ決定ですね。8月21日に、はい、ファーストコンサートを開くことになってます。はい、あの渋谷公会堂でやりますんで、皆さんぜひ来てください。そう、皆さんぜひ見てあげてください。コンサートはどんな感じでやるんですか？あのまだ全然内容とか決めてないんですけどね、あのこれからあの決めるんですけどね、あのこうみんなと、ね、一緒に、ね、歌えるような、そういうあの楽しいコンサートにしたいなって思ってます。まあ、楽しいコンサートにしたいという話なんで、はい、まあ、皆さんもぜひ見に行っていただきたいと思います。では、最後にしのぶちゃんから一言お願いしたいんですが、はい、今日は、ね、あの天気予報であの週末は天気が崩れるかもしれないということだったんですけど、すごい晴れてよかったなって思います。今日はね、本当に来てくれてどうもありがとうございました。またどこかに、ね、会いたいと思います。それまでさようなら。はい、それでは最後にですね、今売り出し中の曲負けないで勇気を、はい、歌っていただきたいと思います。ではしのぶちゃんお願いします。はい、thank you.
ありがとうございました。今日は本当にどうもありがとうございました。大変短い時間だったんですけどね、はい、本当今日はどうもありがとうございました。はい、ではこれで、中山しのぶちゃんの、コンサートを、終了したいと思います。はい、皆さんもう一度拍手でしのぶちゃんをお送りください。さあ、また今度どこかで会いましょう。さようなら。はい、皆さんどうもありがとうございました。中山しのぶちゃんコンサートこれで終了いたします。皆さんお気をつけてお帰りください。しのぶちゃんはですね、これから、文化放送の、全日本歌謡選抜の方にゲスト出演します。そちらの方もどうぞ聞いてあげてください。皆さんどうもありがとうございました。また来年も歌謡選抜に出演します。なぜかシャッター降りず どこですか。オッケー、じゃあ流し込むぞ。
で、このまま夏ですか？ちょっと待ってよ、だってさっき、あれ、ここはさっき引き返してたんでしょ？え、違います、こっちですよ。ちょっとやばいな、もう暑いだろ。違う、だって車でしょ。車向こう。え、どっち？車ね、あれだよ。どうしたの？どうしたの？おいおい、すごい。もっと向こうだ、もっと向こう。すいません、おい、おい、好きで早く乗っかせよ。すいません、早く乗ってもらう。頑張ろう、頑張ろう。開けてもらいますか。開けちゃいかないのかな。こっちお願いします。写真欲しい。はい、こっちこっちこっち、はい、V サイズ、 V サイズ、はい、はい、みんなでおーって感じで、はい、おーってやんね。俺も入りたい。ちょっと大きな声上げてみるから一回おーっていう感じで、せーの、おー。はい、どうもじゃあ、どうしたら道を開けてください。調子いい。OK, OK.
ました。ありがとうございました。